朝7時台からもうやってます。はい、今日はオリドマダム選手のパークトレーニングにお邪魔しております。オリド選手、どうも。今日はよろしくお願いいたします。あれシャキーンってやんじゃないの？あ、シャキーンで今日私はあの、うん、イニシャル D のですね、うん、あのシルエーティを あれね、はい。で、あれはあのドリシャベースで、うん、もうドリフト仕様に作られてる車 で、車自体も、うん、あの普段展示されてる車なので、うん、私は今日初めて乗る車です。なるほどなるほど、はいはい、何回か見たけど、はい、うまいよね。本当ですか？ありがとうございます。嬉しいです。で逆に、はい、ドリフトの練習は結構いつもしてると思うんだけど、はい、あのなんだタイヤをグリップさせる練習ってのはしたことある？頻度は多くないんですけど、はい、ま、全くではないんですが。なるほどなるほど、はい、あ、じゃあそれいいと思う。だから、はい、あのね、ドリフトって結局タイヤをいかにこうコントロールして外 に逃がすというかこうタイヤを滑らせるわけじゃん、はい、まあ、滑らせるというか飛ばしてるような感じだと思うんだけど、はい、今はここでは逆にその飛ぶ寸前のタイヤのグリップを指令を与えられるかどうか、はい、そういうトレーニングをこれはするんで、はいはい、すごくいいと思うよ。今日は本当にその織戸選手の、うん、ドライビングテクニックが教えていただけるということで、うん、楽しみにやってまいりました、その場合あの ドリフトはここ禁止なんで、はい、ブラックマークつけたら全て罰金ですから、はい、大丈夫ですか？わーとかやったらもう全部罰金ですから。はい、わかりました。もうとにかくタイヤをグリップさせることね。はい、わかりました。集中してください。はい、頑張ります。はい、楽しんでください。はい、じゃあ今日一日よろしくお願いします。はい、どうも。シャキーンはい、青から黄色2本目。はい、黄色。はい、ブレーキ残してゆっくり抜いて。それでは練習行ってきます。まだ早いと思います。なのでちょっとずつ奥に詰めていけるようにちょっと今意識して走っていこうと思います。クリッピングポイントってコースのコーナーの頂点ぐらいですね、インナーのね。そこを考えることが多いと思うんですけど、僕は最近ここ何年かはそこよりも2メーターから3メーター奥をクリップとしてわざと考えてます、まあ、そうすることによって、まあ、より奥にクリップを取ることによって、よりこう入り口からそこのクリップまでに車の向きをしっかりと曲げてあげる、展開させるっていう距離と時間が増えるので、最終的には立ち上がりでまっすぐアクセルを開けることができる。しっかり曲げることができてまっすぐアクセルを開けることができる。そしてクリップが2メーター3メーター奥に行くってことはブレーキングポイントも2メーター3メーター奥に行けるっていう、逆算的な考え方も取れます、それを手前でね減速が終わりすぎちゃうと結局その何だろうクリップまでの車の空走距離というかスピードが死んでしまうので、結果的にスピードが乗らずに立ち上がりでアクセルも踏めないし、アクセルを例えばそのスピードが死んだからアクセルを踏んだとしてもまだ曲がりきってないので結局アクセルを踏み切れない。昔はこうパーシャルアクセルとかこう中途半端なこうアクセルをね入れることってあったんですけど、今あまりそういうアクセルバッグを使うこともなく、それはなぜかって言ったらタイヤのグリップが非常に高くなっているので、タイヤをこう横にグリップさせて車がこう横にこう、ロールをしながら車が走るような時間というのは非常に昔より長くなっている。スポーツ走行する上で一番大事なのはやっぱりブレーキ。このブレーキを、どういうふうに使うか、そしてまたそのブレーキをどういうふうに離しながら
今度コーナリングに車のタイヤのグリップを変えていくかっていうことを一番のテーマとしてます。ストレート走ったらこの、ちょっと加速したらこのブレーキングポイントの青白のパイロン3つが見えるんで、まずそこを意識することが大事ね。でそこに近づいたらもう目線は黄色に行ってます。そこに行くんだよっていうような意識を持つことが大事。その時の目線をパッと見ると、だからパッとハンドル切っちゃうから早めにインに入っちゃうことになるんで、目線の移動は慌てなくていい。ただ手前からじわーっと見ていくことは大事。次の2コーナー、これもだいたい早めに黄色を意識して黄色に曲げていくんだってイメージ。で次、ここもこの加速しながらだいたいこう山登ったあたりからブレーキなんだけど、もうこの時もブレーキをかけ始めぐらいから黄色を見ちゃって大丈夫です。ただこの時もこう直線的に黄色に行こうとすると早めにインに入ってしまって、結果車がこっちの方に行ってしまうってことになるんで、黄色を意識するんだけど、なるべく外から最後にスーッと入れることで、あと最終もこのパッとブレーキかけた途端に黄色を意識しておくと非常にいいかもしれない。ただこの時も黄色に向かおうとしちゃうと斜めに入っちゃうんで、ここも意識してなるべく外からハードブレーキ黄色見ながら上来て、ここだって時にブレーキをスーッと弱めて黄色に左フロントがくっつけると、ここもね結構いいトレーニングになりますからね。はい、出ないですねもっと細かく詰めていけるようにちょっと頑張ります。ブレーキをまだ余裕ある感じをしますはい、アウト使いすぎてパイロンを1本倒してしまいましたお願いします。もうコースは慣れたでしょう。はい、コースは慣れたんですけど、まだなんかブレーキがちょっと甘いとこがあったりとか、それはそうだろうなという感じがします、うん、はい、まずはじゃあ月に走ってください。はい、はい、いいよ、ドリシャだねこれ、はい、あのね、はい、今横でまず見てると、はい、目線がもうこの辺から動いてないの。あ、目線が全部近いというか、はい、結局車が曲がるのを待ってるだけなのよ。あ、はい、もう要は何だろう、自分から積極的に曲げていこうっていうドライビングではなくて、はい、車がこうなっちゃうからそれに合わせて自分がコントロールしてるだけなの、はい、あ、はいはいはい、もっと積極的に、はい、今この車はリアタイヤがすごい簡単にテールが出ようとするわけじゃん、はい、だからもっと リアの荷重をアプローチでしっかり使えるようにするにはどうしたらいいか。はい、うん、だからフロントの荷重を抜くしかないんだよ。フロントの荷重を抜く、そう、フロントの荷重を抜きながらリアに荷重を積極的にどんどん移してあげる。はい、そのためにどうしたらいいかって言ったら、ハンドルをもっと切るの。もっと切る。今切ってないから全部オーバーステアになっちゃう、はい、はいはいはい、切っていけばもっと車がロールするわけじゃん、はい、ロールしてその先にリアタイヤがグッとくっつくところが絶対あるはずだから。わかるかな。ハンドルをもう少し、そう、今だからこれ以上切るとオーバーステアになっちゃうから、もうやだやだって我慢しながらこう、はい、
ムズムズしたドライビングをしてるだけなので、はい、テールを出さないように出さないようにって、そうじゃなくてもっと積極的にリアを設置させるドライビングってのあるから、まあ、まだ行ってみよう、はい、もう一回行ってみよう。であとシフトアップとか、はい、全ての操作をもっと丁寧に優しく、はい、滑らかに、はい、するときに全部無意識にちょっとドリフトスタイルになってるの、ステアリングの残し方とかが。あ、だからちょうど全部ブレーキングでフロントに荷重が乗りすぎて、はい、後ろが軽いところでぐっともう入ろうとするから全部テールが流れてる、はいはいはい、でも意外と今度目線を先見てごらん、ほんと先を、そうすると意外とグリップ出てくるから、リア、もちろんテールは出るんだけどグリップ感出てくるから、はい、運転は上手いから、いやいや、コントロールしてる感じは非常に伝わってくるよ。 ありがとうございます。大したもん、ね、いや、こういう車をテールを出さないように乗るって難しいんだよ。はい、難しいですね。でな、ラインをなるべく左がいっぱい、もうパイロンぶつかるぐらいからアプローチ、はい、はい、左、はい、ブレーキ抜きながら黄色、そう、青1本目から、はい、ブレーキ抜きながら黄色、はい、ハンドルそんなに切らなくていいよ。でこの辺から黄色見ながら、はい、右に入れてくる、赤見て、赤赤赤、はい、でブレーキ黄色2本目に曲がって、はい、そう、はい、黄色、はい、ゆっくり離して、今のもスパッと離しちゃダメ。でも今のラップの方が全体的にリアのグリップは出たでしょ、ちょっと、はい、そうですね、出たでしょ、はい、そういう感じするでしょ、出てます、すごい、あ、ちょっと後ろちょっと落ち着いたなって感じあるじゃん、はいはい、それそれそれをもっと積極的に出す、難しい、でもすごい、ああありがとうございます。いや、だからブレーキのタイミングと目線ですよ、はい、だから、はい、まだブレーキがこの車に対して、この車っていうのも勝手にもう曲がってっちゃう、スライドしちゃう車じゃん、はいはい、いや、どうしたらいいかって言ったら後ろに荷重を入れたいわけ、はい、いや、どうしたらいいのって言ったらブレーキでリアに荷重を戻す、はい、あとはセーリングを入れることによって車がロールするでしょ、はい、ロールすることによって車がこう傾くじゃん、はい、そうすると外側のリアタイヤに荷重が乗りやすくなる、うん、そこからさらに切っていけば、はい、より乗るわけ、あ、こういうことですね、そうそうそう、はい、ひねってあげれば、うん、それをひねる手前で全部セアリングコントロールするしようとするから、全然フロントを軸にリアが横にしか行かない、あー、なるほど、うん、はいはいはい、ちょっと一回変わりましょう、 ありがとうございます、お願いします。ドライバーとして成長していきたいんだったら、はい、こういうね、グリップの練習絶対しといた方がいい、そうですね、絶対いい、はい、こっちの世界にも顔出していった方が絶対、はい、いい意味で成長具合が広がると思うよ、はい、you
俺は勝手にテールが出ちゃうんだけど、はいはい、逆にこういう車で後ろに荷重を持ってく練習したらすげえ上手くなるよ、ブレーキは。わあ、すごい。なるほど、ありがとうございます。いい意味でそのフッと曲がるのを利用しながらも、はい、縦にトラクションをかける練習をするとすごいいいかもしれない、はい、でなるべくカウンターを当てないようなドライビングを練習する、はい。戻してその戻しながらも絶対テールは出るから、はい、そのどこのタイミングでそのテールが出ることを利用して黄色に近づけられるか、うんうんうん、でこう絶対流れながら黄色に行っちゃうわけじゃん、はい、その時今度アクセルをキュッと押さえることによって、はい、トラクションに変えて、はい、縦に押し出す練習をする、はい、あのレース後半タイヤがめちゃくちゃ落ちるとこういう風になるのよ、はい、ああはいはいはい、ここまではなんないけど、これに近いような感じになる。持っていけるようにすれば、そこのクリップでもう一回クッて入れると止まるから。はい。これはいい練習になるよ。ありがとうございます。さあ、すごい勉強になりました。ああ、いやーできるようになりたいですこれ。縦、そういいよ、はい、戻して右左リア、はい、縦、はい、慌てない、黄色2本目戻してロール、アクセル上げちゃダメよ、そこで、はい、戻しながら右のリア、アクセル上げちゃダメ、基本的に黄色まではブレーキに足が残るように、はいはい、アクセルにペダルがいかないように、あ、はい、ペダルに足、そうそう、もうドリフトはもうすぐにアクセルだけど、はい、今日はブレーキペダルからなるべく足を離さない、ブレーキをもっともっとコントロールする練習、はい、はい、じゃあどのタイミングでそこにアプローチすればそれがぴったりクリップにノードがつくのか、はい、でその時にその先でアクセルを上げた時にグッと縦にトラクションが出せるのかね、さっきの2コーナーなんかもブレーキパッと離しちゃってるから、もっともっとじわっと離さなきゃダメ、はい、じわっと離すけど積極的にリアに荷重を戻しながらシェアリングでノーズを入れていく、とにかく後ろタイヤを、後ろタイヤのことを考える、後ろタイヤをグリップさせることを考える、しかも高いスピードで、はい、
感じ。はい、抜きながら黄色。はい、いい感じ、いい感じ、いいよ。抜きながら黄色から赤見て。はい、アクセル。はい、抜きながら右乗りや黄色。はい、アクセル。縦。抜きながら離す。もっと黄色に近づける。はい、今の良かったじゃん、すごい。あ、ありがとうございます。一気にできるようになったね。あ、すごい。いや、すごいよ。あ、本当ですか。すごい、うん、すごい。ありがとうございます。ちょっとだから今すごいリアを意識してるでしょ。はい、すごい意識してます。してるでしょ。はい、すごくいいよ。ありがとうございます。それを 1キロでもいいから、もっともっと速いスピードでやる。はい、はい、ブレーキペダルのコントロール集中して。はい、あと目ね。はい、目でアンダーセア出せるから。はい、目でアンダーセア出せる。目でアンダーセア出せるから。はい、黄色見る。はい、はい、ゴー、ゴー。はい、黄色から先。はい、そう。はい、インに入れ込むよ、黄色に向かって。黄色、黄色、まだまだ。はい、黄色から赤見て、赤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 、はい、まっすぐ。あ、アクセルして。はい、抜きながら黄色2本目。はい。はい、黄色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 。おー、いいね、いいね。3コーナーだけだな、今のは。そうですね。1、2、すげえいいじゃん。あ、ありがとうございます。スピードすげえ速いし。はい、3コーナー。3コーナーが、だから、はい、あの、もっと全然奥までいけるから。もっと奥まで。全然手前でブレーキかかっちゃってるから、はい、もうスピード死んじゃってるのよ。はいはいはい、死んじゃってるから、オーバーセア出ちゃうの。スピードもっと速いスピードでいけば、絶対ね、はい、逆に言うと、もっとリアグリップしてくるから。あ、わかりました。車がすごい安定のところでアプローチしちゃうから、オーバーセアになろうとちゃう。あ、もっと速いスピードでいくと、はい、結構アンダーセアになるよ。はい、抜きながら黄色。はい、縦。はい、抜きながら黄色、縦。そう、右の奥に、黄色に向かってブレーキ。まだ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 、こんなんじゃ止まっちゃう、止まっちゃう。黄色から、赤見て、はい、アクセルに足乗ってるよ。はい、はい、ブレーキ抜きながら黄色2本目。はい、縦。はい、黄色。はい、黄色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 。おお、ほら、今のアプローチしたらリアグリップしてるでしょ。はい、あれ、あれ、ね、あれを出すのよ。あれってかなり今、はい、速いスピードでターンしてるからね。はい、あれもっとスピードをするとギュンと流れていっちゃう。あ、分かります。それを3コーナーでやってもらいたいの。はい、3コーナー、3コーナー、もっともっともっと全然いけるから。もっと全然いける、全然いける、はい、あれね、ここがクリップなんだから、この辺からブレーキかけると全然間に合うわけ。あ、なるほど。こうやっていって、今ここからかけちゃうとこの辺で止まっちゃうの、うんうん、だからアクセルにすぐ足に乗っちゃうの。はい、もっと突っ込む、もっと突っ込む。あそこでこう加速体重にテールが出ちゃうから、はい、ちょっと戻してでももう一回踏み込んで奥でブレーキかけるように。あ、分かりました。はい、ラストいきましょう。はい、お願いします。はい、抜いて黄色先。はい、縦。そう、はい、抜いて黄色縦。はい、はい、右へ右へ右へ。もっともっともっと。はい、慌てないで。黄色から赤、赤、赤、赤。はい、抜きながら黄色に、緑だよ今の。はい、はい、黄色右のリア。そう、それそれそれ、今のあそこはすげえいい。はい、あー、3コーナー。まだまだ奥。まあ、全然、全然だよ。
いやでも大したもんだよ。ありがとうございます。これは徹底的に練習すれば何か見つかるから。はい、わかりました。あ、ありがとうございました。素晴らしいよ。ありがとうございます。言ったことをすぐにトライできて、それをこう自分のものにしようとする能力が非常に高い。まあやっぱ若い頃スポーツをやってたっていうことだけあって、そのなんだろう、言葉と体のリンクがとても上手なんじゃないかな。早めに減速してまたそれが逆に曲がらない原因を作ってしまってる。だからもっと車速を出さないと曲がらないよっていうことをご指導いただいたんですけど、やっぱりコーナーが特に急になって曲がらないんじゃないかっていう、その躊躇が余計曲がらない原因を作ってしまっていることがよくわかりました。メリハリが、あの3コーナーに関しては本当にメリハリがないんだなと思います。まあ、911ってちょっと乗り方に癖がある。空冷になると本当にあのテクニックがいるのでちゃんと勉強しないと911に乗っていても恥ずかしいなと思って、振り回そうと頑張ると重たいエンジンが乗ってる後ろが流れて、3回ぐらいスピンしてるんですけど、行動だったら事故起こしてるなってあとブレーキの残し方ってやっぱり私自分で運転してるとそんなに分かんないですけど、横で見られて指摘されるとあやってるっていう気がつくんですよね。それで森田さんの教え方は本当に分かりやすくていいですよ。私みたいなあの初心者みたいな人間に考えながら運転するっていうおっしゃってるのがよく分かりましたね。車に恥じないように勉強したいと思います会に初めて参加させていただいたんですけど、はい、もうね、あの普段私は本当いつも走るサーキットで練習してるから、はいはい、なかなかグリップの練習しててもこう自分のねいつもの走りになってしまってて、あの弱点とかに気づきにくかったんですよ。あ、なるほど。でも今回すごい隣に乗ってもらったり、はい、運転してもらったり、うん、ものすごい本当に勉強になって、マーヤちゃんも、はい、今回で何回ぐらい実車の車乗ってるんですか？今回でパークトレーニングは5回目くらい。5回目ぐらい。5回目くらい。5回目ぐらいなのにすごい上手ですよね。いやでも結構毎回時間内でたくさん乗れるんで、たくさん練習にすごいなります。いや、さすがお湯さんの DNA さすがです。いつもいつも私もずっと車に乗って練習してるんですけども、本当に今回すごく学びが多かったので、ぜひ皆様もマックスありだ、はい、パークトレーニングに遊びに来てください。来てください。